の戦いを紡ぐのか。またあなたは負けることはない。私は信じています。アテナを追って冥界を進む聖夜とシュンは、死んだ恋人ユリティスのために冥界にとどまっていたシルバーセイントことざライラのオルフェと出会う。パンドラの策略でハーデスに従っていたオルフェだったが、事の真相とアテナの危機を知って聖夜たちに協力することを決意する。盾ごとの名手であるオルフェは、13日に一度ハーデスに琴を聴かせることになっていた。オルフェは冥界の最新地であるジュデッカへ赴き、ハーデスとパンドラ、冥界三巨頭が揃う席でいつも通り盾ごとを弾く最中、さりげなくデストリップセレナーデを奏でる。すべてのものが眠りにつくメロディーの中、ハーデスを暗殺しようとするオルフェだったが、そうはさせんぞ。なぜデストリップセレナーデを聞いて動けるんだ。悪いが、俺は琴を聞くような風流な耳は持ち合わせておらんのだ。それにお前のような男が心からセイントを捨てるわけがない。いつか尻尾を出すと思っていたぞ。僕のことも調べ、その耳に響かせてみせる。シルバーセイントだ。お前が百人束になっても俺の相手ではないわ。ファイト。ファイテスト。デストリップセレナーデの効力があるうち、何としてもハーデスを撃つ。そこをどいてもらうぞ。ラダマンティス。力ずくでどかしてみろ。お前の心臓でそれができるのならな。貴様はシルバーセイントでありながら、その力はゴールドセイントさえもしのぐと言われていたらしい。まさかこれで全力というわけでもあるまい。恐るべき強さ。愛するユリティス、やはり自分は帰れそうにない。この命を取り、やらねばならないことがある。ハーデス様から受けた恩を忘れ、アマッサへ拳を向けるとは、潔え果てた男よ。確かにハーデスにはなぜか見かけた。だがその恩はアテナの命だ。天秤にかけるんだ。アテナの地上の平和のため、僕はハーデスを撃つ。グレイテストコーション。ここまで俺を手こずらせるとは。バカめだけではあったな。魂を開いて存在ごとかき消してくれる。今なら死後の暗殺など求めはしない。だから今、まさにこの瞬間だけでいい。高まれ僕のコスモよ。よし、ゲームウィナー。僕の旋律をものともしないとは強敵だった。次こそはより良い旋律を奏でてみせる。尻尾を出したネズミが、これ以上好きにはさせん。とどめだオルフェ。ラダマンティス、お前の相手は俺がしてやるぜ。そう、こんなところまで来るとは。俺がこいつと戦っている間にオルフェ、ハーデスを倒してくれ。
この地上ハーデスなんかに支配されてたまるか。たかがブロンズのここを一人ひねり潰してやる。はいと。る暇はない。そうはいくか。オルフェがハーデスを撃つまでこうは絶対に通さないぜ。このチャンスを逃すわけにはいかない。ちょろちょろと目障りな奴め。ブロンズの存在で身の程を知れ小僧が。すること自体大いなる罪だ。冥界の果てまで飛ばしてくれる。なんて激しく攻撃的なコスモなんだ。ゴールドステインに勝るとも劣らない。ウィナー、地上をお前らに支配されてたまるか。ちょっと手加減しすぎたかな。なぜハーデスがアンドロメダと同じ顔をしているのか。いや、どのようなからくりがあろうとこの勝機逃すわけにはいかない。引け、オルフェ最後の調べを。ストリンガーフィーネ。何、消えた。オルフェ、後ろにラダマンティスが。おっと、お前たち動くなよ。撃てばオルフェの体も貫くことになるぞ。さあ、パンドラ様やミーノス、アイアコスを元通りにしろ。ストリンガーフィーネ。何、せや、僕もろともラダマンティスを倒せ。オルフェ、僕はどうせもう助からない。小作な真似を。せや、早く僕の命を無駄にするな。許せ、オルフェ。ペガサス流星艦。オルフェ、しっかりしろ。オルフェ、アテナを頼む。アテナを。オルフェはもうそのこと戦いのためなんかに使わなくていいんだね。そうさ、これからは星になって愛の歌だけを奏でるがいいさ。夏の夜空、こと座の方角に耳を澄ませば聞こえるというオルフェのことを。ラダマンティス、何をしようが、お前らごときひよこの剣などこの俺に通用するか。さあ、送ってやろう。無駄死にしたオルフェの元へ。待ちなさい、ラダマンティス。要は戦いを好まぬ。控えよ。神、この威厳、この神聖さ、真似などではない。確かに、まるで人代わりをしたような。これはシュンじゃない。シュンがハーデスそのものになっている。控えよ、ペガサス。アンドロメダの体はすでに世のものとなった。